今のあなたは？車、電車に乗りながら、部屋で一息つきながら、夜の街をゆっくり歩きながら、仕事、作業と向き合いながら、それぞれにあるこの大切な夜9時にメイドインジャパンな珠玉の音を添えてみませんか。今日月曜日を担うディスクジョッキーはスージー鈴木とミラッキー大村。さあ今宵もいい音楽とともに、ベイ FM 9の音域。6月26日になりましたということは、3ヶ月に1回のリクエスト特集もこれでね、3年とワンクールと、そうですね、いうことで、本当169回まで参りました。皆様、皆様のおかげでございます。辻鈴木です。ミラキオムラです。どうですか最近、ミラキさんは。なんでしょうね、この1ヶ月月曜日の9の音域サザン特集をやっていた。ああ、そうですね、すっかりサザンに当てられた1ヶ月だったなと。当てられましたよね、はい、で何にもやらないって言ったのにすごい色々ありますねやっぱりやった結果ねさすがでございます、はい。3ヶ月に1回のリクエスト特集ということで、ワンクールごとにやっておりまして、普段はスージー&ミラッキーの選曲、はい、真剣選曲番組をお楽しみいただいておりますが、うん、この前のいいの音域でもありましたけれども、本当に音楽にお詳しいリスナーの方々がいらっしゃいますんで、はい、幅広い世代でね、楽しんでいただいて、もうありがたいことでございますんで、うん、リスナーからのリクエストを、ね、リクエスターのリクエストを聞きましてですね、はい、いい音楽に渦漏れようじゃないかということでございます、うん。今回もいい感じで魚が釣れてますよ。たくさんいただきありがたいですね。リクエスターのおかげでございます。はい、皆様のおかげでございます。この3ヶ月の特集であの曲も聴きたかったという声にどんどん答えていきたいと思います。やりましょう。もうね、リクエスト多かったですね。うん。まあ、一人ですごい量書いてる方もいらっしゃったり、本当ですよ、もしくは一点縛り両方見ております、はい。どちらかというと、まあ、ちょっと人のダブりとかもあるかもしれませんけども、いい曲とね、せっかくですからやっぱりみんなで聴いて、あ、これええなと思われるような曲をかけていきたいと思っております、うん。一番多かったのは、私の目分量でいきますとオリコン最高6位特集が多かったんですよ。多かったですね、やっぱりなんともなんかこうそそられると言いますか、ね、はい、5位になれなかったとかっていうのがあって、まずかなり来ましたのが沢田研二82年6番目の憂鬱が6位と、うん、ここ狙わんかいとかっていうことでお叱りも受けておりますね例えば、ヤヒクカクダさん、いつもありがとうございます。沢田研二6番目の憂鬱、沢田研二ストリッパーって6文字なんですね、はい、6番目の憂鬱が6位なんで話ができすぎ、あと6番目の憂鬱と点真ん中に中黒点入れるんですね、ストリッパー、はい、ストリッパーも6文字で6位ということでございますね。他にももらいましたね。調べたら82年9月27日付に6位になってまして、1個上の5位が河合直子喧嘩をやめて、へ、下が島大輔暗闇をぶっ飛ばせに挟まって6番目の憂鬱、うん。昨日埼玉スーパーで行ってきましたよ、ジュリーのコンサート、この曲歌ってました、はい、70、歌詞が一人称が僕なんですけど、はい、一番僕って言葉が似合う75歳だなと思いましたすごいですね。もう一曲言います、はい、CCB スクールガール、イニシャル M さん、いつもありがとうございます。最高6位、うん、CCB スクールガールと、はい、グッバイアイラブユーと言わせてくださいというふうに、他からもらったんですけれども、うん、調べたらこれ8位でした私もスージーさんにそうやって言われて調べてみたんですけど、確かに8位でした。ウィキペディアには6位書いてるんですけど、実際は8位ですが、はい、いいんです、いい曲ですからね僕ね、一番好きかもしれない転職したいでかスクールガールかなと、うん。調べますと、85年5月13日付でミアモーレと、中森明菜と堀ちえみデッドエンドストリートガールに挟まってスクールガール8
8位でございます、うん、というわけで、一応もうこれもじゃあもう今日は6位に決めます。これはもう6位でした、スクールガールもということで6位メドレー、6番目の憂鬱からスクールガール、6番目の憂鬱、いや違います、75年目の祝福。ですね、スクールガール、スクールガールいいですね。我々が6位に決定します6番目の憂鬱と仮の6位のスクールガールでございました。昔94年にベストアルバムシングルコレクションっていうのが CCB 出てるんですけど、はい、ロマンティックが止まらないのを次に入ってるのがスクールガールで、あ、発売順、うん、ですかね、うん、そうですね、うんうん、それもあって、あの、覚えるんですよ。いや、いいですよ、ロマンティックが止まらない、聞きっぱなしにしてると次 CD が次のトラックに行くっていうのが、だね、問題がありました、ね、イニシャル M さんね、ツイッターでグッバイアイラブユーと言わせてくださいと、はい、歌わせてくださいと、うん、昔出たんですけど声が出なくなりましたね、今聞けグッバイ出なくなり、大山雅子さんみたいになってました、ずっとね、お父ちゃんがねシシビがね6位なのよ
何これ似てる。タモリがよくモノマネしたんです。やってましたね、当時。さてさて、ヌートバーミュージック特集っていうのがありまして、はい、ムダちゃんさんいつもありがとうございますと。ベッツィークリス、ベッツィー&クリス、白い色は恋人の色と。うん、当時私は小学1年生で外国人が珍しい時代。いやー、珍しかったですよ、本当に。小学1年生。うん、ちょっとムダちゃんさんどうかわかりませんけども、大阪なんてもうそんななかなかいませんでしたからね。はい、テレビで外国の女の人が日本語で歌っていて、不思議な感覚で見てたのを覚えていますと。うん、なんとこれは今手元にシングルがありますけど、あ、そもそもベッツィー&クリスというのは、アイダホ州出身の、どっちだアイダホ州出身とハワイ州出身の二人っていうのがベッツィー&クリスですね。もうどっちがベッツィー、どっちがクリスかわかりませんけどね。どっちがですよ。でね、北山治作詞、加藤和彦作曲なんだから、フォーククルセダーズなんですね。はい。シングルに楽はあるんですけどね、めっちゃ単純。本当だ。すぐ終わってますね、これね。でもこれがいいんですよね。うん、ベッツィー&クリス、白い色は恋人の色ということで、白い色、大ヒットしたんですよね。はい。というわけで、この、69年、10月なんですけれども、うん、加藤和彦、北山治のもうほんと素敵で清潔なフォークソングを聴いてみたいと思います。はい。ベッツィー&クリス、白い色は恋人の色。自前のシングルマナーでプチプチ言いましたけれども、白い色は恋人の色。いいですね。いいですね。これなんで知ってるんだろうな。タイアップとかで90年代 CM ソングとかなってたのかもしれないですね。BG4 がよくモノマネしてましたね。もうモノマネばっかりや、まあ。結果そうですね。日本ポップス史はすべてフジテレビのモノマネから学んだ。モノマネ王座決定戦で学んだ曲が多いですね。別にその、グッチー雄三と元冬木がハモってるだけなんですけどね。はあ、見せてるか寄ってるかはわかんないんだけどっていう。ベッツィー&クリス。シングルジャケットのベッツィーの最後の E は大きい E になってますね。最近ベッキーさんがこの表記になってるんですよね。伸ばし棒じゃなくて大きい E になってるんです。じゃあ、クリス松村さんとベッキー&クリス。あ、これはそういうことなのかな。何をリリースするんだってこの曲歌ったりして北山治、加藤和彦の清潔なメロディーということでございました、はい、次は与一さん、
東京23区ウォーカー特集で江東区でこの曲をと、うん、岩崎よしみ恋ほど素敵な昭和ない名曲はい。岩崎よしみの優しい響きの歌声と爽やかなメロディーには失恋の悲しさよりけなげな美しさが表現されていると感じますと、うん、江東区はですね、江東区ということで岩崎姉妹の出身地なんで、これは23区内での特集でやっぱり取り上げてもいいかなというふうに思いましたね、はい、これ一回ね、第25回1983年特集で私が盛り上げて選曲をした記憶がありますね。まあ、専門的な話はさておきなんですけど、まあ、いわゆる店長。はい。店長。あ、店長。店長。もうすぐ関西弁になったら、なんか店の店長みたいな。店長が、今ね、もう皆さんご存知のように、まあ、その割と無理やりな、ちょっとこう割と、なんだ、直線的な店長とかっていうのがすごく多いんですけれども、うん、なんつーんだろう、まあ、本当に歌詞の中でミュージカルって出てくるんですけども、何回も店長するんですけども、本当に美しい。あら、そんなに複数回。はい、で、もう、まあ、必然性のある店長っていうんですかね。はい、当時、桑田佳祐も絶賛してましたね。83年、瓜野正雄の作詞でございますね。うん、岩崎よしみで、店長に聞いてくださいね。恋ほど素敵な昭和ない。昭和ない、ありがとうございます、リクエスト。はい。もう、恋ほど素敵な昭和ない、パブに行きたいですね。これがずっと流れてる飲み屋。ああ。十分かもしれないですね、確かにね。マスターかけてよ、恋ほど素敵な昭和ない。わかる人は、マスターかけてよ、恋ほどつって。ありがとうございますと。いいですね。本当に83年が好きですね、スージーさんは。上品なんですよ、83年。うん。もう上品なのが好き。もう心が下品なだけにね、こういう上品なメロディー大好きです。ここ2年生か。ですですです。レナード・バーンスタイン、トゥナイトを頂点とするミュージカルっぽいね、店長が美しくメロディーを盛り上げ大好きですね。自然でしたね、確かに。ですですです。店長でございますよ。はい。10時台1曲目クイズやりますよ。お願いします。次もね、23区特集のリクエストでございました。今夜はね、7.9 らしいですよ。うん、上限。うん、ふん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 。ってな感じで。なるほど、上限。はい、知的ですね、ヒントが。そして、東京23区特集。だったった。東京23区ウォーカーで流れてもよかった曲ということでございますね。はいはい、そう、スージーさんは確かあの日の特集で、城東地区を選ばなかったんですよね。はい、江東区とかね、あっちの方。もう記憶が、もう今日の昼飯も忘れてるぐらいですからね。それで私が割と担当してて、はい、分担しましたね。分担したんです。先に僕が選んで残ったよっていう。なので、はい、岩崎よしみさんの、曲もかかんなかった、あの岩崎姉妹の曲はかかんなかったみたいな声は確かにありましたね。その時にかからなかったかもしれませんね。そうですね、リクエストが来てるということはね、確かに、ね、1週間前2週間前の特集忘れてますからね我々。今月はただあなたまだ若いのに、特集だからっていうのが、ね、残ってますけど、なんか先々を生きてるじゃないですか。もう来週再来週の特集のこと考えてたりするのもあって、選曲、ね、はい、で先週が何かって、あと頭の中でずっと83年があるんで、そう先週とかが一番エアポケットですよね。本当ですね。マリンズ何だったかな。ぜひ、10時台1曲目何がかかるか予想してメールもしくはつぶやきでお寄せください、はい、当選、クイズが正解した方の中から1名にステッカー、我々のサイン入りステッカー、月曜キューオンステッカーをプレゼントします。メールアドレス q@bayfm.co.jp、 Q は小文字で CUE です。そしてツイッターのハッシュタグはキューオン、カタカナでキューオンでお願いします。ファクシミリは0433518011、 0433518011です。ステッカーなんと今のデザインのものがですね、はい、最後になります。今日が最後になります。あ、じゃあもしかしたら次からは新しいデザインになるやも。そうですね、新しいデザイン作って発送までにはちょっとお時間いただくことになると思うんですけど、時差がありますからね、はい、はい、また新しいステッカーを楽しみにしつつ、今日当てなきゃという方はぜひぜひ、10時台の1曲目当ててください。ラジオネーム春さんから、私は来月4ヶ月に一度の母親の定期検診にて九州へ行ってきます。九州、母84歳年に3回しか会いに行けない貴重な時間を過ごしてきます。そうで、あの一番 PS のところだったんですけど、こういうもう文言は非常にグッときますんでね。そうですね、はい、お母さん大事にしてあげてください。3ヶ月に一度、4ヶ月に一度と、はい、そうですね、ちょっとそういう時こそラジコのタイムフリーでもう一回っていうのを聞いたりして、うん、はい、楽しんでもらえればと思います。定期受診には一番ラジオがぴったりですからね。多分いいこと言った。この後ミラッキーゾーンでございます。あなたの愛車一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。たった1分、愛車の情報を入力すれば最大10社の査定額が届きます。比べれば一番高く売れるところがすぐわかる。車を高く売りたいなら車たかしで検索。高
毎週土曜日館内にお届けしているジュンヌミュージックセレクション。私ベイフェンブース DJ 鈴木亜子は A woman who can make myself happy until keeps her out with hot songs at ジュンヌ。最新のおしゃれアイテムや音楽をベイフェンブースからライブオンエア。ジュンヌでエンジョイショッピング。5種類もあって迷っちゃうけど今日はこれ、千葉県産のいちごに豆乳を合わせたベビー羊羹いちごソイミルク。なんだか懐かしくて優しい味がする。なごみのよねやとベイ FM のコラボスイーツベイビー羊羹、お近くのなごみのよねやオンラインショップでも販売中。渡辺美里です。あなたの毎日のすぐそばにリブラブライフ、今年ももう半年が終わろうとしています。どんな日々でしたか？リアルタイムで聞く方はハッシュタグみさとラジオとツイートしながらリスナーの皆さんとつながってください。渡辺美里のリブラブライフは24時30分スタート。メイドインジャパンサウンドの生きようはあなた、生きようはあなた、ベイ FM、 ベイ FM 9の音域、ベイ FM9 の月曜日やね、お父ちゃん。だからとおっちゃん言うててん、今日は3ヶ月に一度のリクエスト特集や言うて。こっからは誕生日当日に放送があったミラッキー大村ちゃんの選曲です。大山さこさんですね。コウメ太夫ではないです。グッバーイアイドル。そこから声が戻んなくなっちゃった。失礼しました。やりたくなるんですよね、スクールが。はい、ありがとうございます。はい、では私のゾーンはですね、はい、第2回音域紅白1983年の歌謡曲対1993年の J-POP と、私93年を担当しましたけれども、はい、その時にかかってもよかったかなという、もちろん私も選曲候補には入れていた曲、たくさんリクエストをいただいた中で、はい、ツイッターでいただきました、ヤヒコカクダさん、ヤヒーさんからいただきました。はい、いいですよ、ゆるい文章で、はい、リクエストの文章。はい、最近 LR かかってないのでそろそろお願いしますって。これぞラジオ番組、これぞ普通のラジオの音楽番組です。いいですね、はい、はい、1993年の LR と言いますとこの曲でございます。ヤヒコカクダさんのリクエストは恋のタンブリングダウンと、はいはいはい、いう曲でございます。いわゆる、LR が I'm knocking on your door ですね、 knocking on your door で、ヒットしたのが95年なんです。お、その前です。はい、92年にデビューして、92年3年は、ポリスターにおりまして、うん、94年からポニーキャニオンに移って、じわじわとヒット曲が生まれるようになり、95年にノッキンノンユアドアなんですけれども、はい、もうデビューの段階からメロディアスで、うん、アレンジもちょっとナイアガリだったりとか、ナイアガラを感じる、はい、はい、そして90年代の J-POP ってなんかメロディーだんだん美しいメロディー失われていったよねみたいな風に思ってる方もいると思うんですけれども、うん、主にやっぱりダンスミュージックが流行ったりとか、はい、ラップとかが流行ったから、いやいやそんなことないよと、LR、LR なんていうのは本当に何でしょうね、ミスターチルドレンを平成のチューリップみたいな風に表現することはありますけど、チューリップとかオフコースとか好きだった人でも LR、 ミスターチルドレンを聴けると、平成のチューリップと、はい、いう風に言ってもいいかなと。とにかくもうイントロからキャッチー、 A メロからキャッチーという曲でございます、はい、93年の6月25日発売ということは30年前の昨日発売された曲になります。 LR 恋のタンブリングダウン、 LR 恋のタンブリングダウン、うん、いいですね、キャッチーでございます。どこをとってもキャッチーでございました、うん、93年の J-POP もう一曲いきたいと思います、はい、私もジュリーいいですかと、きたー、はい、2回目、はい、はい、1時間で2曲、今日2曲目のジュリーなんですが、今日はいいでしょう。1993年の J-POP 加えて月曜ソリトンサイド Q、はい、高野博さんが来ていただきましたね、5月15日の放送で高野博さんに来ていただきました、はい、ジュリーの曲を高野博さんが作っている、お、高野博作詞作曲の曲がございます、はい、こちらはシングルそのキスが欲しいのカップリング、幻の恋、昨日歌ってましたよ。歌ってましたが、はい、タイムリー、ね、定番でございます。そして昨日はジュリーのお誕生日、はい、75歳のお誕生日、はい、うん、30年前の歌声ということになりますんで、はい、45歳のジュリーを聴こうと。今私43歳ですから、はい、あのジュリーの色気なんていうのは全然ないですけども、こちらツイッターでモケロンさんからいただきました、うん、誕生日の翌日放送だからねということで、はい、素晴らしいですね。じゃあ今日は8センチシングル、あ、久々に目の前に CD デッキがあるぞ。ご用意しましたんで。これは番組開始当初にトラブルばっかり起こしてた。さあ、今日はうまくいくかな？さあ、今開けましたよと。菊池なるよしシステムですね。目の前でプレイヤーに、はい、今かけております。シングルちゃんとハマりましたよと、はい。で、これがカップリングなので、ちゃんと2曲目に、はい。かけね。かからなかったら私が歌いますから。うん、はい、そのキスが欲しい。再生、あ、待って、緊張感。再生ボタン押します。なれ。いくかな？なったら声引きます。はい、おなたなた。
沢田研二、素晴らしい、幻の恋、いいなぁ、うまい。シングルでね、お送りしました。90年代のこの辺も最強ですね、これね。そうですね。はい、そして、高野博史さんが作ったというところで、うん、この曲いいなと、もちろんジュリーのボーカル素晴らしいななんですけども、はい、このちょっと物上な雰囲気いいなと思った方は、うん、高野博史さんの当時の音源聞いてみたり、はい、今の音源聞いてみたりしてくれると嬉しいです。はい、ご本人の、はい、はい。そしてまた高野博史さん遊びに来ていただけると嬉しいなと思っております。はい、ジュリーでございます。また、アレンジが、吉田健さん、はいはいはい、アレンジで、はい、最後のオルガンなんていうのが、最後のワンウィン、いいですね。はい、ありがとうございます。続いてのリクエストはメールでいただきました健一さんです。はい、E の音域特集、はい、E の音域やりましたけれども、はい、E から始まる音楽もまさかの CD の裏の E からとは思ってもなかったです。私の選曲の仕方が、うん、CD 裏側見ると89年でしたっけ。そうですね、アルファベットの E は89年を指すんですよなんていう話をしました。はい、なので私89年の曲からしか選べなかった、自分の縛りで選べなかったんですけれども、はい、健一さんからいただいたリクエスト、これは私もかけたい、はい、ヒデ with スプレッドビーバーでエバーフリー。エバーの E ですか？エバーの、そうです。エバーフリー E で始まりますかね。そして、エバーフリー E が、このタイトルだけで E が4つも出てきますね。おぉ、そしてヒデ with スプレッドビーバーも、これ E の数数えると4つも出てきますね。ということで、E に溢れた E の。あ、すごい世界になってきましたね、なんだね。ケンイチさんは、E だらけ。ケンイチさん別にそこまで書いてないですけど、私はそういうふうに受け取りましたし、はいはい、結構ロケットダイブとか、はい、ピンクスパイダーとか、はい、テルミーとかに行きがちなんですよ、ヒデさんの曲かかるとき、うん。エバーフリーってちょっと穴であんまりかかってないかなというのもあるので、うん、行きたいと思います。そして、もう一曲続けてかけます。同じ98年発売の曲で、はい、桑田佳祐のいない桑田佳祐特集でこれがかかってもよかったんじゃないかとツイッターで、曽我部豪さんなのか強さんなのか、はいはい、いつも3ヶ月に1回迷うでおなじみの方ですけど、はい、おなじみの、はい、トライセラトップスマスカラ&マスカラス、実在のレスラーの名前が入った曲を作った人はあまり知らない、海外にはちょいちょいいるので、そこにも桑田イズム、マスカラスだ見え隠れするわけです。ああ、マスカね、はい、桑田佳祐さんプロレス大好きで、はい、先週もお話しした通り、はい、グレートムータみたいなマスクをかぶってって、秀樹に行ったりとか、はい、あと池力道さんという曲があったりとか、はいはい、MV に蝶野さん出てきたりとか、ミュージックビデオに出てきたりとかするので、はい、そのプロレス、大好き桑田イズムが見え隠れするということで、トライスラトップスマスカラ&マスカラス、はい、では両方とも98年発売です。ヒデウィズスプレッドビーバーエバーフリーからトライスラトップスマスカラ&マスカラス、ヒデウィズスプレッドビーバーエバーフリーからトライスラトップス、うん、マスカラ&マスカラスと、いいですねギター、うん、いいですね、うん、トライスラトップス98年デビューだったと思うんですけども、最初から新人と思えない、もう熟成した、そうなんですよ。はい。そして、和田翔さんといえば最近ビートルズにめっちゃ詳しい人っていう印象と、はいはい、ツイッターでお腹痛くないさんつぶやいてますけど、はい、やはり桑田佳祐さんもビートルズ大好きでという、はい、つながっていく、はい、そして澤田研二さんからヒデの曲をかけましたけども、はい、私これ同じことを数年前に2年前にやってる、メガネ問題ですね、はい、愛まで待てないのジャケット、はいはい、ジャケット、これヒデじゃないかっていう話を、はい、澤田研二のいない澤田研二特集でやってたんですけど、つな、はい、がっていくんですね歴史はね、分断持てないも歌いましたよ昨日。あ、歌ってました。繋がりますね。繋がっていくんです、私たちはね、そうやって、はい、歴史、音楽の歴史をですね、紡いでですね。これはマスカラスの話をするわけですよ。そうです。もう、ね、マスクを作って、覆面を作って、お裁縫していきたいと思ってます。もう本当に興奮しました。田園コロシアムのジャンボ鶴田大見るマスカラス。そっちの話、昨日のジュリーの話だと思ったよ。いや、本当にマスカラスに行きました。失礼しました。いいですね、でも。ドスカラスも言う、はい。こういう話は話でしたいんだっていうところで、あと1曲ありますよ。はい。プチ改造名曲ビフォーアフター特集となりました。はい、あの曲がこんな風に変わっちゃうのということで、メールでゲミさんからいただきました、はい、本家は一度オンエアされましたが、平井堅バージョンを聞いてこの曲の本当の良さが分かりました、はい、アコギという演奏形態も新鮮ですということで、はい、どんな曲かと言いますと、ブラックビスケッツのタイミングを平井堅さんがカバーしている、はいはい、このバージョンね、はい、ケンズバー3ですね、3に入っている、はい、2014年発売のアルバムでございます、カバーアルバム、まあ平井堅ワールドであり、はい、まあ、この曲の本当プレーンというか、はい、ね、この部分の良さが分かる、あの歌い出しのうーって声が入る、平井堅特有、平井堅特有なうーって音を聞きながらタイミング聞いてみましょう。ゲミさんのリクエスト、平井堅タイミング、平井堅タイミング、癖が強いんじゃ、癖が強いんじゃ、すご癖すごでございますけど、ガラスの40代さんがツイッターで、平井堅さんうって息遣い入る、ブラ
ブラックビスケッツのタイミング、はい、ポップスター的なノリノリと、はい、そうです、って音がね真似できないんだよな、志村けんさんになっちゃうんだよね、癖が強いんじゃ。一郎さんツイッターで、はい、平井堅はなんでタイミングを歌おうと思ったんだろうって確かに、ね、もうタイミングとは違うなんか別の世界ですねフラメンコになってるしっていうところでただ歌うのが本当に楽しいんだろうなっていうのが、あ、楽しいでしょうね、伝わってきますよ、こんだけ歌えたら楽しいだろうな、最後の最後のタイミングっての一緒に言いたくてしょうがなかったですけれどもタイミング平井堅さんのそうカバーアルバムはね、はい、どの曲も珠玉なんで、はい、その中でタイミング選んでくれたゲミさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ10時台1曲目クイズは正解者来たのか、うーん少ない、お今日なかなか難しい問題だったちょっと私も悩みましたね、失礼しましたね、はい、まだまだ3ヶ月に一度のリクエスト特集続いていきます、はいはいはい、あの曲懐かしいな、この曲いいですねというメッセージもお待ちしております。絞って失敗した。車を高く売りたいなら買取店と比べてください。ナビクルなら最大10社の見積もりが無料でもらえる。10社と下取りを比べて一番高いところに売る。ナビクルで検索。調べる得する、ナビクル。月曜から木曜お昼12時からのエモマンプレゼンツミュージックサラダはユーカリスタジオからの公開生放送です。皆さんに会えるのを楽しみにしています。ベイ FM 通販サイトセブンエイトストアおすすめピックアップ、アビコの食べる調味料のエキスパートフード食房のおすすめはネギ一番、千葉県産ネギや生姜を使った絶品調味料ネギ一番、ご飯はもちろん冷ややっこ餃子にのせたりアレンジいろいろ、詳しくはセブンエイトストアでチェック。毎週火曜日夜11時からは乃木坂46柴田優奈のドリーミングタイム、メッセージテーマは番組ツイッターで毎週更新しています。ハッシュタグユナタイム、ひらがなでユナ英語でタイムで検索してぜひ番組にメッセージを送ってください。待ってます。お聞きのラジオはベイ FM です。10時をお知らせします。はい、10時台、告知タイム、恒例の告知タイムでございます、はい、私は今ツイートしました、いろいろやってますね、またもう会いに行ける音楽評論家とかでいろいろやっておりますちょっと忙しいツイッターチェックですね、はい、はい。私は今週6月30日金曜日に、はい、水曜日の Q の音域 DJ の藤田太郎さん、イントロマエストロの藤田太郎さんと、はい、平成レトロ研究家の、山下メロさん、はいはい、3人でイベントをやります、はい、JJJ というイベントで、はい、1993年だけを掘り続ける。93年好きだね。そうなんですよ。スジさんが83年なら、はい、私たちは93年ということで、音楽だけでなくですね、さっきツイッターでも上げたんですけども、はい、ファミコン通信93年。あ、目の前に雑誌がありますよ。そう、プレステ出る前ですね、93年は。そして93年というと、長嶋茂雄さんがジャイアンツの監督になり、松井秀喜が入団しと。カズシゲとゴジラ。週刊ベースボールの表紙。長嶋カズシゲ、巨人は本当に使えるのか。酷なこと言うんじゃないよ。プレイボーイとかね、用意しております。加藤玲子。そう、小松千春さん。で表紙ですね、プレイボー30年前ですか、はい、を振り返るイベントやりますので、はい、ロックカフェロフトでございます。まだ、会場のチケットも売っていると思いますし、配信もございますので、はい、ぜひぜひ、藤田太郎さんや私のツイッターチェックしてください。はい、はい、さてさてクイズでございますが、正解者がいましたよ。よかった。3人少ない、難しい、いいヒントだったかな。じゃあもう全員正解者言いますね。はい、孤独な散歩者さん、いつもありがとうございます。ポリープユージさん、いつもありがとうございます。初めてもらったのかなということ、じゃあこの人をじゃあ、当選にしましょうかね。はい、ラジオネームコメロンの浅漬けさん、答えエレファントカシマシ、今宵の月のように、合正解5名と、あ、おめでとうございます。この方詳しくですね、今夜の月は 7.9 上限ですよねっていう、私の言うじゃない、月齢っていうのがあって、うん、サイトで調べたら 7.9 って書いてあって、なんか、だか今日でも別の数字出てるサイトもあって、ちょっとその辺の私不勉強なんですけど、とりあえず今日 7.9 って書いてるサイトがありまして、うん、月齢
月の年齢の例ですね、はい、がさっき言ったのが 7.9 っていうのは今夜の月齢、今宵の月ですからね。おー、なるほどね。で、かつ上限の月とかって、上限の月、下限の月とかっていうのは吉田拓郎の歌詞で学びましたけれども、はい、ということでよくわかりました。お見事でした。コメロンの浅漬さん、素敵なステッカー、もしかしたら最後のデザインのね、そうですね、かもしれませんけれど、おめでとうございます、はい、というわけでエレファントカシマシがどういう文脈で来たかと言いますと、うん、メールでオレンジニャンコさん、ありがとうございますと、東京23区大岡の時に北区出身のエレファントカシマシの曲が流れなかったのはとても残念でしたと、はい、なんか割となんかちょっと強いトーンで来てる感じですけど、本当すいません、どう、赤羽駅の発車のメロディーに使われている曲をリクエストしますということで、今宵の月のようにと俺たちの明日と、はい、他にも別曲にもエレカシは来ておりまして、うん、バラードキリンさんはエレファントカシマシドテって曲ですか、赤羽岩淵水門の歌詞に出てくるとか、シシリーさんはツイッターでエレカシ上野の山って曲ですかね、台東区とエレカシの北区、うん、まあ、とにかく北区の赤羽のイメージが強いんですよね、はい、我々も分かってるんですよ、はい、ね、でも難しいんですよ、時間に限りあるんでエレファントカシマシを選べば別の曲かかんなかったですね、はい、になっちゃうから、まあ北区はね、なんとなくこうやっぱり取り上げたかったところですよ、うん、すいません、これがエレカシ取り上げられなかったんです、ね、はい、そのための今日ですから、はい、今日のその上限の月 7.9 月齢の月でも見ながらですね、うん、この別名赤羽のサザンオールスターズのですね言ったらどっちにも怒られるのか余計なこと言うなと、はい、エレファントカシマシで97年、4月1日土曜日、ヴァンフォーレ甲府戦、船電車アリーナで夜7時キックオフ、サッカー専用スタジアムで共に盛り上がろう、 Win by all。 ベイ FM 主催ミステリーナイトツアー2023、稲川淳二の怪談ナイトは8月20日日曜、市原市市民会館17時開演、チケット好評発売中、お問い合わせ045-201-9999 KM ミュージック。平優奈です。毎週木曜日夜11時からは平優奈のデコボコラジオ、毎日の楽しいにちょっと役立つお話や、試してよかった使ってよかったコスメ、ビューティーにまつわる情報もお届けしています。ぜひお聞きください。お聞きのラジオはベイ FM です。メール来てますね。アミーゴ Z さんからは、明日の私のギターソロをね、爆音で聞く夢で来ていただき、ありがとうございます、はい。まだ入れますよ。アミーゴ Z さんに会いたい方はぜひ来てください。そっち目的。豚ママさんが、先日届き、あ、ステッカー届きましたと。はい。実際送ってます。いやいや時差がありますけど、ちゃんと送っておりますので。ちょっとね、発表してから発送するまでに時間いただきますが。はい。ビンチャンスマイルは、スーパーアリーナ、ジュリー行きましたと。もうね、75歳。うん、もうね、アンコールの冒頭の河内温度が良かったですよって言ったら、なんかネタになりますけど、全然本当に良かったですね、うん。ありがとうございますと。あと30分でございまして、まだまだリクエスト拾っていきたいと思います。複数の方のね、リクエスターの名前呼んでますけど、本当いろんな曲を送ってくれる方がいますんで。そうですね。はい。まあ、眩しいながらも、やっぱりこの曲かけたいなと思ったらね、ちょっとダブルこともあるかもしれませんけれども、はい、恣意的に選んでるわけではございませんので、うん、エミコペンさん、オリコン最高位6位、野口五郎、オレンジの雨ということで、はい、この番組においてはどうも五郎さんのかかる率が低いんじゃないかと、確かに薄いんじゃないかと、また怒られてます。どうぞ、ね、年に一度ぐらいのペースな気がしてしまうな。確かにちょっとバランス考えないとね。かけてはいるんですけどねっていうね。はい、うん、調べてまいりましたと、1973年4月16日付、1位天地マリ若葉のささやき、2位学生街の喫茶店ガロ、これ呼ぶの楽しいな。3位郷ひろみ愛へのスタート、うん、宮城とピンカラトリオ女の願い4位、小柳ルミ子春の訪れ5位、そして野口五郎オレンジの雨、下支えすんのは7位、ここでかけましたね、大志田玲子同棲時代と、うん、これは正真正銘の6位ですね、はいはい、というわけで野口五郎行ってみたいと思います。オレンジの雨。50年前の堤恭平サウンドでございますね。
1973年、はい、3.21 でございます、うん、オレンジの雨、うん、野口五郎でございますね、はい、この番組のプロデューサーからですね、マニアックにならずと、閉じずに開けた番組作りをしてくれというふうに言命されております。そうですね。のであまりその番組数字数字この曲好き、このアーティスト好きだなとかね、はい、このアルバムよくかけてるなとかっていうのはできるだけ外して、うん、開いた番組作りをしていこうと、はい、公共の電波を使っておるんで、うん、ただ今日はリクエスト来ましたんで、はい、ここ来たかというのをやっぱ選ぶのは、これはまあリクエストを受ける側としての権利かなと思いまして。そうですね、来たらね、うん、バラードキリンさん、はい、ヌートバーミュージックで聴きたかったザ・スパイダーズのイブをリクエストします。大好き。全然有名な曲じゃないですよ。全然有名な曲ではありませんけれども、はい、もう完全にツボです、うん。また会いました。どうもすいません。67年のアルバム、風が鳴いているザ・スパイダーズアルバムナンバー4に入ってるんですけど、何がヌートバーかっていうとね、はい、雅楽とロックが融合してるんですよ。雅楽。雅楽、うん。なかなかないですよね。そうですね。はい。作詞岩本和子、これはね、川添和子さんっていうの、キャンティーの、はい、主人です。川添博士さんの奥さんですね。うん、で、作曲、釜谷博士ということで、歌詞が英語なんですけど、いきなり雅楽から始まるんですよ。あら。これはなかなかね、野心的な曲なんで、これはぜひ聴いていただきたいということで、スパイダーズ、うん、またスパイダーズかよとかっていうふうなね、お嘆きの危険もあるかもしれませんけれども、ちょっとかけたいと思います。はい。でもう一曲、はい、ソカベゴーさん、うん、ゴーさん、ゴーさんらしいですよ。ツイッターでさっき来ました。月曜ソリトンサイド級特集ですから、はい、かなりまあミラッキさんの領域なんですけれども、うん、ムーンライダーズのアルバムカメライコール万年筆から水の中のナイフ、スパイダースのコンプリートとムーンライダーズカメライコール万年筆のコンプリートを私が狙ってるという噂がありますが、はい、来たかしょうがない。来たからしょうがないね。だからこれちょっと私見てないんですけども、ソリトンでムーンライダーズがデビュー20周年かなんか出て、この曲をやったということらしいんですけれども、はい、ムーンライダーズ水の中のナイフということで、一言で言うと、なんじゃこれやと、ソリトンが僕に残してくれた最大の宝物と。そうですね。どこが水やらナイフやらがあるのかと思ったが、映画のタイトルと知ったのはずっと後の話で、カメライコール万年筆は映画のタイトルが全部曲名になってますんでと。はい、そもそもね。はい、いうことで、ちょっともしかしたらリクエスターの方々が私に寄せてくれたのし、寄せてくれたのかもしれませんけれども、うん、ちょっとまあ、まあ、お嘆きの危険もいるかもしれませんけれども。まあ、ここでしかかからないというか、数字かかんないでしょうね。受け取って、それを投げ返してこないだろうっていうのはあるんだと思いますし。水が泣いているならかかるでしょうけども、はい、ザ・スパイダースのイブっていうのはなかなかかかないと思います。だって、スージーさんだってこれ、1歳にもなんない時に出たアルバムでしょ。もちろん後多いです。これは語り部としてね、大事ですよ。はい、こういう曲を吸い入れかないと。まあ、両方とも変わった曲なんで、うん、特に雅楽とロックの融合は釜谷博士の若き野心作でございますから、はい、ちょっとすいませんけれども、好みが強く入った2曲になりますが、スパイダースイブからムーンライダーズ、水の中のナイフ。
just as well if I told you all the truth. But I lied to you before. If you didn't love me just as well if I told you I betrayed that I would be someone else. Please love me more for I love you. Even though I lied to you, I lied to you because I care.説明がいりますね、この2曲は。本当です、ね。イブの方は何がヌートバーかというと、まあ、なんか、アメリカからというよりも、なんか日本人でメジャーに通用するって感じですよね。日本、うん、昔の日米野球で阪神の川尻がもうノーヒットノーランギリギリまで行ったとかで、サイドスローでね。はい。あんまりメジャーにいないっていうタイプの不思議な音楽という感じかもしれませんね。そうですね。はい、向こうにないからこそ。ですです、うん。イブという曲でございます。はい。水の中のナイフもこれ、ソリトン聞いてた若者には何だろうと思ったんじゃないですかね。私、リアルタイムで聞いてた方は。95年には絶対ないですからね、このタイプというか。ねえ、これもカメラから、カメライコール万年筆から、流しました。はい。ありがとうございます。次が一番数が多かったですね。これも6位ですね。この間に入る、次は何でしょう、クイズですね。うん、1位、1988年5月。浅香唯、シーガール1位。2位、渡辺美里、恋したっていいじゃない。3位、荻野目洋子、スターダストドリーム。4位、チューブ、ビーチタイム。5位、あ、そうなんだ。抱きしめてトゥナイト、原俊子、うん、次がと。7位がね、杉山清隆、僕の腕の中でって曲ですけど、6位の曲にたくさんリクエスト来ましたね。88年っぽいランキングですね、はい。東京23区特集っていうのはこの方の生まれた区が有名だってことですね。はい。豊島区かな、うん、じゃあ行きましょう。山下達郎で Get Back in Love。Oh,
アイアイさん、ブルートパズさん、ムーニーさん、通貨対桃吉さん、ツイッターでのおっぽさんからもらいました、ゲットバックインラブと。いいですね。スパイダースとムーンライダースをかけたことをどうにかごまかすかのように達郎さんに駆け込む、逃げ込む。もう混ぜたら、なんか中和されてた。まず野口五郎さんを立てておいて、おとりにしてスパイダースとムーンライダースをかけて。いい並びや。さあ、かかったなって思ったらすぐ達郎さんに行きましたよね。これでもうなんか、コンテンポラリーな感じかな。何やコンテンポラリーって。選曲のピンポンダッシュ、本当に。そんなことはありません。そんなことない。普通にかけてますが、はい。さあ、最後の最後まで撮っておいた隠しトラック、秘密の音楽特集。やりましたね。これはでも息を飲みましたよ。はい、こういう曲のリクエストが3通も来てるってどういうことだと。隠しトラックですよ。隠しトラックで番組のエンディング迎えようとしてる、この緊張感。村ちゃんさん、ムーニーさん、ヤヒコ角田さん、つわものから来てますよ。アイコですよ、うん。2001年のアルバム、夏服っていうのがありまして、私も持っておったんですけれども、はい、その隠しトラックがありまして、アルバムの最後の曲に初恋っていう曲があって、これが11分ぐらいあるんですよ。うん、で、初恋っていう曲が終わって、空白があって、弾き語りの曲が流れる。なるほど。で、それはまあ隠しトラック、まごうことなき隠しトラックなんですけれども、はい、それが配信になると、曲名がついてたんですよ。あら。そのタイトルっていうのが、夏服っていうんですよ。アルバムと。ということは、うん、隠しトラックでありながらタイトルチューンね、表題曲なんだ。隠しトラックでありながらタイトルチューンってなかなかないんじゃないかな。ないでしょうね。あんのかな。二軍の三冠王とかね。ボニチだ。ボニチ。97年の。話がマニアック、開けた番組です。本当だ、最後の最後に。セーブのポールとかね。ああ、そう。というわけで、はい、秘密の音楽隠しトラックなんですけれども、ちょっと奇妙な曲じゃなくって、本当にいい曲なんです。うん、弾き語りで。それどころか、夏服というアルバムのタイトルチューンでございますんで。好きですね。うん、よく皆さんご存知でしたね。村ちゃんさん、ムーニーさん、ヤヒコ角田さんのリクエストでございます。はい、今日の最後は、アイコで、初恋の後半隠しトラックですが、配信だとアルバム夏服のタイトルチューンでございます。アイコで夏服。説明がいりますね、この2曲は。本当です、ね。イブの方は何がヌートバーかというと、まあ、なんか、アメリカからというよりも、なんか日本人でメジャーに通用するって感じですよね。日本、うん、昔の日米野球で阪神の川尻がもうノーヒットノーランギリギリまで行ったとかで、サイドスローでね。はい。
まりメジャーにいないっていうタイプの不思議な音楽という感じかもしれませんね。そうですね、はい、向こうにないからこそですです、うん、イブという曲でございます、はい、水の中のナイフもこれソリトン聞いてた若者には何だろうと思ったんじゃないですかね私リアルタイムで聞いてた方は95年には絶対ないですからねこのタイプというか、ねうん、これもカメラからカメライコール万年筆から、流しました、はい、ありがとうございます。次が一番数が多かったですね。これも6位ですね。この間に入る次は何でしょうクイズですね、うん、1位、1988年5月、浅香唯シーガール1位、2位渡辺美里恋したっていいじゃない、3位荻野目洋子スターダストドリーム、4位チューブビーチタイム、5位あそうなんだ抱きしめてトゥナイト田原俊子、うん、次がと7位がね、杉山清隆、僕の腕の中でって曲ですけど、6位の曲にたくさんリクエスト来ましたね。88年っぽいランキングですね、はい、東京23区特集っていうのはこの方の生まれた区が有名だってことですね、はい、豊島区かな、うん、じゃあ行きましょう。山下達郎で Get Back in Love。
の道を見つめていた朝のことを思い出して、僕らはまたここで出会った。薄明かりのガラス窓にいつか落ちた雨の一筋が浮かんでいる。すべてがみな移り変わって、いてもGet back in love。アイアイさん、ブルートパズさん、ムーニーさん、通過あたりももきしさん、ツイッターでのおっぽさんからもらいました、ゲットバックインラブと。いいですね。スパイダースとムーンライダースをかけたことをどうにかごまかすかのように達郎さんに駆け込む、逃げ込む。もう混ぜたら、なんか中和されてた。まず野口五郎さんを立てておいて、おとりにしてスパイダースとムーンライダースをかけて。いい並びや。さあ、かかったなって思ったらすぐ達郎さん行きましたよね。これでもうなんか、コンテンポラリーな感じ。何やコンテンポラリーって。選曲のピンポンダッシュ、本当に。そんなことはありません。そんなことない。普通にかけてますが、はい、さあ、最後の最後まで撮っておいた隠しトラック、秘密の音楽特集。やりましたね。これはでも息を飲みましたよ、はい。こういう曲のリクエストが3通も来てるってどういうことだと。隠しトラックですよ。隠しトラックで番組のエンディングを迎えようとしてる、この緊張感。村ちゃんさん、ムーニーさん、ヤヒコ角田さん、つわものから来てますよ。アイコですよ、うん。2001年のアルバム、夏服っていうのがありまして、私も持っておったんですけれども、はい、その
隠しトラックがありまして、アルバムの最後の曲に初恋っていう曲があって、これが11分ぐらいあるんですよ。うん、で、あの初恋っていう曲が終わって、空白があって、弾き語りの曲が流れる。なるほど。で、それはまあ隠しトラック、まごうことなき隠しトラックなんですけれども、はい、それが配信になると、曲名がついてたんですよ。あら。そのタイトルっていうのが、夏服っていうんですよ。アルバムと。ということは、うん、隠しトラック、でありながらタイトルチューンね、表題曲なんだ。隠しトラックでありながらタイトルチューンってなかなかないんじゃないかな。ないでしょうね。あんのかな。二軍の三冠王とかね。ボニチだ。ボニチボニチボニチ。97年の話がマニアック開けた番組です。本当だ、最後の最後に西部のポールとかの前。ああ、そう。というわけで、はい、秘密の音楽隠しトラックなんですけれども、ちょっと奇妙な曲じゃなくって本当にいい曲なんです。うん、弾き語りで、それどころか夏服というアルバムのタイトルチューンでございますんで。好きですね。よく皆さんご存知でしたね。ムラちゃんさん、ムーニーさん、ヤヒコ角田さんのリクエストでございます。はい、今日の最後は、アイコで、初恋の後半隠しトラックですが、配信だとアルバム夏服のタイトルチューンでございます。アイコで夏服。もっと緩やかに季節が過ぎていってるのかと思う。思った以上に静かに